令和3年4月1日より、道の駅並の神楽園に、ゴールデンウィーク前までの期間限定で防災コーナーが設けられました。これは、東日本大震災から10年が経ち、熊本地震から5年の節目を迎える今年4月に、防災意識を見直す機会を作ろうと神楽園が企画したもので、防災バッグや非常持ち出し袋、保存食や備蓄飲料などを販売しています。神楽園は、阿蘇市並野地区の防災拠点として中心的な役割を担っており、熊本地震前から防災用保存食などの仕入れを充実させていました。この保存食などの賞味期限は長くても5年ほどのため、神楽園では熊本地震直後に備えた保存食が買い替えの時期を迎えていることを呼びかけることで防災意識を高めようと、この防災コーナーを設けたとのことです。で、今回、熊本地震から、5年を迎えることになりました。非常食とかがですね、大体賞味期限5年ぐらいになるんで、これを機に備えをしていただくといいかなと思います。中江の定期神楽公園ですけれども、毎月第1日曜日に、開催いたしておりますので、ぜひ阿蘇へ遊びに来ていただきます。よろしくお願いいたします。